京セラディグノディグノは京セラが日本国内向けに展開するアンドロイド搭載スマートフォンおよびアンドロイド搭載フィーチャーフォンのブランドである。ディグノとはポルトガル語で価値のあるという意味であり2011年11月に初号機であるディグノ ISW11K が発売された。ブランド開始当初は主に KDDI、沖縄セルラー電話連合を向けに供給されていたが 2012年6月に、ウィルコム向けにディグのデュアル WX04K が供給され、2013年7月にソフトバンクモバイル向けにディグの R202K が供給され、2014年よりバイモバイル向けにも供給された。なお、ウルバーのプログレッソは、ウルバーのシリーズだが、京セラではディグのシリーズにも含まれている。イメージキャラクターには、総じて、 テレビアニメのキャラクターを使用している。付属品を除き、スマートフォンは、京セラ北海道北見工場で、フィーチャーフォンは、京セラ大阪大東工場で、それぞれ製造される。ディグノという名称は、スマートフォン以前には、ハイグレードハンディフォンを標榜した、タックス方式の端末、HP-10K、タックスミニモ T214 に与えられており、厳密には、 ISW11K が初ではない。機種名のは実際の製造型番。機種名のは製造型番。ありがとうございます。